はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画なんですが、今日はね、ちょっと2つのイベントのね、結果報告的な、感じの動画にしようと思うんですが、まあ1つは魔界ね、今日付変わったとこです、ちょうど。まあスコア集計中になってて、615位ですね。さっきまでね、ちょっとやってはいたんですけど、今回はね、ちょっと、終盤飲み込みはね、取らなかったって感じですかね。まあ、600位台には、いられそうかな？ってなると、まあ、600から700なので、210個か。何個ぐらい使ったんだろう？ 30 個ぐらい使ったかもしれないけど、まあでも、何もしないで終わしてると3000位とかだろうから、一応プラスなのかな？って感じですね。こっちは現在のランクだと B みたいなので、40個か。まあ使った分ここでチャラか。なるほどね。いやね、ちょっとね、やっぱりね、1試合が長いよ。ユキナとか、ヨミとかいると。って感じかな。でね、やっぱりね、オートだとヨミが強いね。手動に比べて、なんかうまく打ち消したりとか、そういう動きはできないから、ほんとね、なんとかならんかねって感じだよね。今んとこ無効を貫通するのってコエンマぐらいだけど、攻撃タイプで無効貫通が出てこないと、なかなか厳しいよね。ってとこかな、魔界に関しては。で、もう一個が、名国会を行くなんですが、期間はね、まだあと十何時間か、16時間、17時間ぐらいあるんですが、キャラを使い切ってしまったんでね、キャラを使い切ってしまったので、もう挑戦できませんと。そういう状態ですね。綺麗に使い切りましたねっていう、状態で、ステージ23の途中までって感じですね。で、ランキング見ると、なんと38位、上位 1% ってことでね。まあ多分ね、報酬がね、今回、別に、なんていうんだ、お試しプレイじゃないけど、順位報酬ってね、特にないので、まあやっぱお試し会なんでしょうね、これ。一律、50もらえるだけなので、みんな頑張ってないっていう、そういう話だとは思うんですけど、まあそれでもね、上 1% いければ、まあちょっとは嬉しいよねっていうね。まあおそらくね、報酬とかがね、ちゃんとや、設定されて、正式に、第2回とかね、名国会、始まったりすると多分100位以内とかには、いられないんじゃないかなと思うんですが、まあ1回目ぐらいね、こうやって、ちょっとね、上位 1% に入れたのはね、良かったかなと思いますね。まあ、この後17時間ぐらいの間に落ちる可能性もあるけど、まあこれ以上先進めないからね。まあそんな感じですね。こっちの方に関しては。で、まあその2つのイベントのね、結果報告の動画ではあるんですが、まあそれだけで終わるとあれなので、まあ、チケット引いて終わりますかっていうね。まあ、星5確定チケがないからね、ちょっとしょぼいガチャになる可能性はあるんですが、まあ、行ってみましょう。さあ、どうだろう。あ、ちょっとなんか、たまにね、矢印触ってもね、クーって溜めれない時があるんだよね。何なんだろうね、これ。ちょっと今日ガチャの調子が良くない日だな。まあ、もう一回引きます。なんかね、あ、大丈夫だ。ただ、森なんだよね。さあ、カットインも1位。これはないね。はい、半端後。場所はいい。オーラがない。カットイン次第か？トグロチームは意外と星5来るんだよね。来ないか。はい、
見どころがないな、これだとは。星4以上が8枚とか中途半端な枚数しかなかったよね。まあでもこれも引いちゃいましょう。森、オーラが、ないから、これはちょっとダメっぽいね。ハゲさんはちょっと自信ないわ。はい。そうか。ちょっと微妙だったな。一応ね、聖夜祭ステップアップ、バーさん狙いでね、引いてもいいんですが、6から10。ただね、明日新キャラ来るので、そっちとね、どっち引くかちょっと、見てから決めたいところが、なんですよね、今。どうしようかな、単発ちょっと引いてみる？単発引いたところで明日950引けるよね。引けないか、微妙だな。まあ、報酬が来れば、イベントの報酬がね、来れば引けるけど、ね、来ないと、微妙か？ステップ5まででやめるか。ステップ5までなら、15、30、50、50の25で、75、75か。ちょっとステップ5まで引こうか。チケットがあまりにしょぼい。さあ来い。まあ、単発なんでね、これは、おっとどうだ、オーラはでかい。そうよね。はい。単発ね、サクッといきましょう。ステップ2。いけ！森かー。オーラも、そんなでもない。そして、トグロチーム。ダメだね。まあ単発はね、1体でもステップ5までに星5来てくれれば当たりという気はするんだが、次ステップ3。しかしダメそうだね。にゃにゃにゃ、うん。はい、次が、ステップ4か。星4以上確定。別にね、星4でも星3でも一緒だからな。さあ、来い。ダメだね。これは星5の空気はない。にゃにゃにゃ。さあ、もう一丁。そうだよね。次が一応じゃあステップ5か。ラストだね。星5確率2倍ということで、元が何パーだったんだこれ。まあ細かくチェックしてないけど、3パーか5パーだろうから、まあ6パー、10パーぐらいでしょう。ちょっと期待せずにね、軽く引きます。とはいえ。あーでも、ちょっと、オーラでかいのはね、意外と、どうだい？どうだい？あ、ダメか。はい。まあそんな感じでした。ステップ6からを引いちゃうとね、明日のガチャの時に迷いようもなくなっちゃうからね。ちょっと今回はこれで終わりにしておこうと思います。はい。というわけで、終わります。ありがとうございました。よいしょ。